なりました。ラスト1時間こんばんは、ありがとう。最後です。最後ってなんかドキドキするよね。イベントのラストってなんかドキドキする。こんばんは。出だしコハちゃんが壇上1位だった強すぎ本当に。マジでラブだな、かわいいな。本当だ、壇上いる。1週間早かったな。早かったね、早かった。長いでも、長いようで短い。まあでもやっとって感じだな。やっと1週間。のみちゃんさんありがとう。ひざしんさんありがとう、ありがとうございます。ラストだ。あゆちゃん、ほこぺこさんありがとう。さっきプロ野球チップスあげたんですけど、あと1個だけあげていいかな。あと1個だけあげてもいいかな。あと1個残っちゃってるので、ラスト1個だけあげていいか。ホクペルさんありがとう。なんかさ、どうな、最終枠なんだけど、どういう感じわかんないよね。ラスト枠の開封の儀、ラストです。でももうちょっと2個ともいいの出てるので、次はもうノーマルですね。きっとおまけ感覚でちょっと開けます。もうね、割と引きがちょっと強すぎた。今日は出てしまった、いいのが。お、こんばんは。よいしょ。みんなの予想をね予想を一人だけですよ。予想していいのは、予想していいのは一人だけ。クロちゃんさん当たったら指ハートをプレゼント当たったら私の自撮りみたいな。さっきいたのかな。でも今んとこね、いないよね多分。今のとこ誰もいなかったんですよ、当たってる人が。なので、みんな一回だけ、一人だけ予想してもらって、クロちゃんさんレインボースター10個ありがとう。予想した？当たったらもう。当たってないねって言うと、あれもにも当たってない。当たったらまあ、そう、その人向けの自撮りをね撮ります。今もう切りました、切りましたので
あとは見るだけです。いいですか、コメントした人だけですよ。一人に絞ってください。ペンギンさん、ありがとう。誰がいいかな、まあでもホークスさんだったら嬉しいっていうのはやっぱそうね、まあもちろんあります。ホークスの選手だったら誰でも嬉しいの。1枚出るかな、お願いします。じゃあ行きます、開けます。クリショーさん、ありがとう。行くよ、3、2、1。じゃん、待って、来た、やばい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 、ちょっと待って、佐々木投手、嬉しい、待って、これはやばくないですか。もう一人は中野、阪神タイガース、タイガースの中野選手、やばい、これちょっと待って、当たった人いそう。私佐々木投手は初めてです、やばいですこれ。今日待って、3個とも全部当たってたんだけど、当たってたっていうか当たりでした、絶対的に。引き強、嘘でしょ、最高じゃない、今日やばい、お座り佐々木投手、完全試合を達成した、完全試合のしかもカード、嬉しい。ちょっと中野選手もね、多分初めてかな、私引いたの、すいません。でもちょっと佐々木投手がちょっと嬉しい、でもマッサンありがとうございます。あゆちゃんレインボースターありがとうございます。当たってた人いたいたの、誰だろう。佐々木投手はやっぱあれだね、やっぱ人気ですからいるよね、倍率下がめの方で絶対。アカウント君ありがとう、レインボースター、誰だ、当たった方誰だろう、ちょっと待って見返してみるか。かけもちさんかけもちさん、見事当たってます。かけもちさんが当たっておりました、すごい。佐々木投手を当てましたね、素晴らしい。いやー、ミラクル起きました、すごい、ちょっと嬉しいんだよ、私も弾けて嬉しいし、おめでとうございます。いるかな、掛持さんいらっしゃる、好き投手もあった、今日やばい、今日やばいです、今日当たったやつ見る、今日当たった
今日当たったメンツのやつ。加藤投手、日ハム加藤投手、西武の若林選手と中野選手で、千賀投手、千賀投手、佐々木投手と石井監督、石井監督ね、キラ出てます、佐々木投手ね。え、すごいよ今日、素晴らしい、3つとも引きが良きでした。これはあ、かけもちさんはいってか、いたいた、レインボータワーありがとう、ポクペグさん、レインボータワーキャーありがとう。なんか自撮りをじゃあ撮りますかね。メール撮ってくれてたら、まあメールに送りたいんですがありがとう。ヤシタさん回してた、回してました。あゆちゃんケーキありがとう。サティさんシュークリームありがとう。あゆちゃんシュークリームありがとう。まさきさんありがとう。あゆちゃん尊い塾ありがとう。お強いよ。いや、なんか自撮り、なんかこれ、このポーズ、このポーズがなんか、あ、指ハート送るって言ってたので、指ハートの自撮りを撮ってメールに送ります。メール撮ってなかったらちょっとごめんねすぎるなお試しで撮ってもらって撮りますね。サティさんありがとう。明日以降、明日以降に送るよ、もしあれだったらね。指ハート自撮りを撮ったので、モバメに送ります。明日以降にしとくね、多分もし撮ってなかった場合の。あおちゃんさんありがとう。新潟からこんばんは、ありがとうございます。ソンミンさんありがとう。葵ちゃんさんありがとう。高ぼよ結婚して検討中。ラストワーク新潟の前からも、ありがとうございます。はるか村のソンミンさんこんばんは。はるか村こんばんは。あおいちゃんさんありがとう。いやー盛り上がりましたね本当に。検討してくれるとか神かよ。検討しますが検討中検討中、逃走中って感じで似てるからちょっと言いたくなっただけ5位くらいに来れた。レインボーってね強いんだよね。クロちゃんさん、あ、回してます、回してます、回されてます。韻を踏みたいだけやないか。そうだよ。サティさんありがとう。アオイちゃんさん、アッキーさんありがとう。19人富士ココラバーなんかありそう。富士ココしか勝たん。
カラオケ配信しようって言ってたので、カラオケ配信しよう。なんか最後の枠って感じがしないんですけど、最後の枠、最後までちょっと楽しもう。サットンさんありがとう。アイキと不要絡み好きすぎるちょっとめでたい、あのめでる。藤子ココアちゃんがちょっとねテリアさんだと思うので、なんか可愛がりたいという気持ち、なんかすごいいっぱいさ、こうめっちゃそう絡んできてほしいの。緊張しなくなったらいつでも、いつでも待ってる。いつでも嬉しくなっちゃう。豊島宗慎吾さんありがとう。タッコさやり塾ありがとう。レインボーさんありがとう。時刻配信大量の星集めゾンビ買いました。そうだよねそうだよね、星集めね、星集め。なんか妹みたいな、だって年めっちゃ離れてるから多分、お姉ちゃんのように頼ってほしいな頼ってほしいな。頼りになるかわからないけど、ちょっと見守りたい感じはある。私、新潟フリーキックさんありがとうございます。山崎さんありがとう。23週過ぎました。そう、すごいよね、すごすぎるよね。頭がいいんだろうな。タイミングを配信してくれてたので。そうなのよ、なんかずらして配信してくれてたのよ。そう、納税の義務が発生。義務じゃないです、権利だから権利を使うかどうかはあれですよ、どちらでも大丈夫だ。ベイクはさありがとう。いい子だいい子だ。カラオケ配信、カラオケしよう。なんだろう、え、待って、意外な曲入ってるんだけど、やばい、ちょっと歌おう。すっごい意外な曲でありました。いつからあった？
嘘でしょ。私もうめちゃくちゃ弦は、タンスの弦は2回やってます。タンス係、そう、タンス係2回やってんの。サッシーさんの感謝祭でタンス係やって、その後この前なんだっけ、リカワでタンスやってるから、めっちゃ練習しました。正直タンスの弦が一番自主練したんじゃないか ってぐらい、めっちゃみんなで合わせ練習したぐらい、もうタンスの弦はプロってるんですよ、もう。なので、これが入ってるとは思わなくて、今びっくりしちゃった。いつの間にって感じ。待って、それしかもいつの間にか、なんかミラボが4分とかになってたね。誰だ、ねえ、回した。カメさん。あ、タコ、さやりタワーかな。ありがとう。あと、ココッペコメントしてくれたよね。ココッペ、ルールわかんない、星投げ、ありがとう。優しい。ひどっちさんは、やってるわ。やってましたわ。クロちゃんさん、ヤシタンさん、クニショウさん、ああ、いっぱいありがとう。やっちゃってます。高っぴさん。キロッチさん、タワーのやってましたね。はい、これ長っ 長い。そう、ハプニング取れちゃった。アッキーさん、ありがとう。あるんだ。何？いつの間に？なかったよね、前まで。あれ、歌ったことなかったよ。なんか、いつの間にか入ってるんだ。そっか。なんかじゃあ、違う歌いきますね。どんどん歌ってこう。あ、すみかちゃん、ありがとう。カモミール、君が入れてくれたのは、朝の幸せを教えてくれる愛だった。人はなぜあんなに感動したこと、やがていつの間にか忘れてしまうのか。毎日が当たり前になってた自分の愚かさに今さら気づく。夢喧嘩して部屋を出てた君がいないと幸せじゃない。ハーブティーなんて飲まなかっただけど、飲まなきゃ元気が出ないよ。自分でポットに作ってみても香りがどこか違ってた。ちょっと笑っちゃうから。クロちゃんさん、ありがとう。カメさん、もう7分とかになってる。怖い やばい。最長で私何分なんだろう。何分いってたんだろうね、今まで。カメさん、やば、回してる。ヤシタンさんも回してるわ。サティさん、ありがとう。カメさん、ヤシタンさん、ゴリ回してます。半袖曲なんですけど、半袖って言って伝わる。ヨタアチさん、ありがとう。ミラボタワーいただきました。ありがとうてがやってますね。7分、長っ 半袖っていうのは、なんかまあみんな知ってると思うんですけど、この「カモミール」っていう曲
の衣装がみんな長袖だったんですけど、私だけなんかなぜか半袖で、えってなって、まあ、衣装さんとかにも聞いても原因不明、解明されなかった、謎に私だけ半袖、誰かもう一人さいたらいいんだけどさ、私だけだからすごい浮いてんだよね。そうっていうおさらいです。半袖曲っていうのはカモミールです、私の。そうそうなの。しかも MV とかリップシーンとかもあるけど、 MV とかも 0. 何秒とかしか映ってないと一瞬外にこうやって出るっていうシーンが私のシーンだったんですけど、もう本当に1秒ぐらい、どのぐらいだろう、あそこのシーンって、本当秒で終わっちゃったし、そうあの時ね、なんかもうちょっとうわいいなって思って、もっと MV 映れたいとか思って思ってましたね。でもまあ半袖で、そう半袖でなんかちょっとピンボケして映ってるところもあった。葵ちゃんさんありがとう、富吉マニア慎吾さん、あー10個さゆりありがとう、葵ちゃんさん、そうなんだよね、半袖を探せになってます。そう私はもう長袖でカモミール系のなんか衣装は、衣装っていうか私服、そういうの持ってたからね、うん、全然持って持参できたんだけどね、言ってくれれば言ってくれれば長袖なかったりする、持ってったんだけどな、自前の私服で、うん、歌を、なんだろう、好きな曲歌を、そうなんだよね、ありがとう、はるか村の方ありがとう。ないないない。むしろ大好きだから、キスはしないしないしない。空を回る夜のデートスポット。きらめく街明かり、こんなに狭い場所で唇近づけたから拒んだんだ。感謝は一回りで恋の時間が終わってしまう。せっかくのこの関係永遠に続いてほしい。ゆっくりゆっくり進んで二人に終わりが来ないように、大切にしたいだけ願いを込め、やめてヤシタンさん、レインボータワーだ、ありがとう、これお止まらない、ミラボクロちゃんさん、ナベちゃんさんありがとう、アオイちゃんさんハートありがとう、佐藤さん、パケさん本当にありがとうございます、まさきさん、止まらないミラボ、ちょっと困ったな、ナスとおしやついてよ、ありがとう、
どう達するか、まだまだ何も考えてない、理由なんかなくていい、盛り上がるならそれにしよう、僕は突っ走るよ、どんな曲だって任せとけ、倒れるまで連絡出してこの今についてこい、どう伝えよう認めない、全て捧げ命をかけるんだ、叫び続けろよマジに立ち回りやない、倒れるまで全力だ、腕を振り上げろオーディエンス、こんな青春あったこといつの日かちゃんと見てもらうよ、やばいこれ一人で歌うと大変ねえ、国翔さん爆投げ、葵ちゃんさんやろう投げてる、ひろゆきさん投げてる、キスノートさんありがとう、あやちゃんありがとう、長吉さんありがとうございます、え回りすぎ、アッキー、アッキーさんありがとう、ミラボタワーミラボタワーミラボタワーキー予選の最終日なんですけど、みんなまだ元気元気で何よりです、違うグループさんのやつと、なんかさ Do the Me とかはまだ入ってないの、ね、空耳ロックとか欲しいね、弦あるなら空耳ロックとかも入れるでしょなんでなんだか、なんでなんだかね、面白いあれだね、あ、これ歌ったやつなっちゃんの卒業公演で歌ったやつあった、ゆうちゃんさんありがとうございます、誰より先にドアを開けて外へ飛び出そう、勉強なんかできなくたってもっともっと大事なことがある、普段のその真ん中で校舎に向かって叫ぶ自分に正直に、俺は生きたい、君が好きだったとえ振られたっていい、本当の気持ちをごまかしたくはないんだ、君が好きだどんな過去だったって溢れるその想いを飲み込まないよ、投げてますね、まさきさん、ホックペグさん、オンペありがとう、生きたい、いい歌ですね、私なっちゃんの卒業公演で初めて踊ったかも、初めてやったかも、校舎に向かって
って叫ぶ。あ、もうあと30分切ってるかも。おお、あ、今星集めに行っちゃったかと思った、ね、今ミラコがね回ってんのよ。ミラコが回ってるうちにあれ、予選ではこの時点で雑誌の掲載ページが今日まで決まります。ちょっと時期違うけど、まあもうそろ10月入るしね。ペグさん、ありがとう、回してる。そらちゃん、いいね、ありがとう。クラウスさん、ありがとう。そらちゃん、アイスもありがとう。ホクペグさん。よし、ダンさん。これミラボ曲っていう認識、今は。今はね。今まではそんなことなく、ちゃんとさ、あれ、回して、ありがとうございます。コリラ。コリラさん、回されてます。うん、まあちょっとみんながね好きすぎるっていうのがあるので、ミラボ曲を求めてますねみんなが。あ、確かにそれもあれだね。ミラボ曲あるね、言われてみれば。ミラボ曲っていうか、合わせよう。
だっけ。え、そんなあった、そんなある。ちゃんとさ、ズキさん、カメさん、回しすぎ回しすぎです。10個。あおいちゃんさん、プラスさん、ありがとう。ぶどう、ハイテンションってめっちゃテンション上がるね、やっぱすごい。たかっぴさん、はい、まあ、あーミラボタワー、ミラボタワーだ、ミラボタワー来ちゃった。コクピグさん、レインボタワーありがとう。めちゃめちゃ回ってる。え、ミスターキスマってさ、ミラボー、え、入ってるっけ。待って待って、でもここに曲入ってないか。ないっぽいな。ないか。え、ミラボだっけ。あ、マルキュー入ってるんだ。気づいたらマルキュー。あおいちゃんさん、ありがとう。クマ、クマ、ありがとうございます。ミスターキスマはね、名前変わったけど亀さん、めっちゃかわいい、ありがとう。あ、めっちゃかわいいタワーだ、ありがとう。めっちゃかわいいタワーいただきました。今度いつかミラボ縛りだないや、そんなないと思うんだけど、ミラボ縛りはないよ。うん、あ、懐かしい。ジャバジャ、ジャバジャ懐かしい。ちょっと久々に。ミラボ縛り公演ないよね。そんな曲ないよね。数。ジャバジャ、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 オーライの、ジャバジャ、ジャバジャ、インザクリン、吐く息を一つついて、嫌な言葉もう忘れてしまえ。Yeah.
もう7分超えてる。一生なくならん。一生なくならんな。にゃおんさん。にゃおんさん。にゃおんさん。ふくぴぐさん。ふくぴぐさん。カメさん。ミラ、あ、じゃ、レインボー、レインボー、レインボースター、ありがとう、葵ちゃんさん投げてる。もう止まんないよ、止まらん止まらん。でも多分でも多分これでもみんな抑えてる方だと思うんだよね、イベント最終日とかにしては、その多分抑えてる方だと思ってるよ、私は感じ取ってる、楽しんでもらってるけど、楽しんでもらえてるといいけど、イベント関係ないから好き、はい、本当に。そう、抑えてる方だと思う。私には分かる。抑えて手が震えてます。禁断症状が、禁断症状出ちゃってますね。ラスト残り10分だ。うん、まあ抑えていただいて。はい、なんか何の曲にしようかな。あ、あと10分か。ちょっとみんなのコメント読もう一旦。こんばんは。残しておき、ざわざわしたらごめんなさい。許しません。嘘です。ミラ中になって、ミラ中って何？ミラ中って。ダーチさん、いい、追加しなくていいよ、追加しなくて。このままいったらちょっとイベント終了後も回り。やってる可能性ある。ダーチさん、いいよ追加。ミラボタワーでめちゃめちゃ追加してるじゃん。ダーチさん、ダーチさん、タワーありがとう、ありがとうなんだけど追加してるよ。あ、最高来た。MJ さん最高タワー来た。キャー、最強、最強。 MJ さんありがとう。あ、最強じゃなかった、最高タワーな。でもこれちょっと最強感あるよね、このギフト。 MJ さんありがとうございます。タワー、ん、最高タワーだ。最高タワーだ。あ、ショートさんありがとう、レインボースター、最強最高タワーです。ありがとう、ありがとう、ありがとう。輝いてる、しかもこのミラボの中、それが投げられるとなんかすごい、より
輝いて見えますね、ギフトが。キャーンってより他のギフトもちょっと引き立ててくれるという、ミラボにはそういう効果があったのか。葵ちゃんさん、アムくんさん、国翔さん、ちょっと待って、調節しなくていいよ、そのイベントの時間に合わせて。調節しようとしてる。フレームだけの前ポーズっていつも小さいから、いつ皆さん、5分、あ、絶対回ってるじゃん、ギフト、あ、イベント後も。これミラこれ、ミラーボール光ってんの、ずっと。フレーム来ても止まんないんだ。ミラボ強フレーム来た、ありがとう。いけてた MJ さん、ありがとう。フレーム with ミラボはちょっと豪華ですね。フレーム、まだフレーム投げてなかったから投げよう。そういうので投げれ、ちょっと待って、まだ投げてないから投げようみたいなそういう感覚まだ投げてないから投げなきゃいけないっていう決まりはないです。ないですよ、ないのよ。そう、投げてないから投げなきゃっていうのは決まりないんですよね。今いけてなかった、いけてなかった。そういう決まりはちょっとないはずですね。ホクピグさん、しれっとくす玉タワーです、ありがとう。フレーム、カメさん、 MJ さん、フレーム、ホクピグさん、くす玉タワー、またはありがとう、ありがとうだけど情報量がなんかもう大変なことになって、あと3分ですけど、まあまあちょっと1位より上目指してるってきてる、ごめん、やばい、1位より上目指して、いや、ないはずだよね。そう、ちょっとみんなちょっとハイになっちゃってる。これ覚醒しちゃってますね、このミラボで。ゼロ位とかゼロ位あったかな、ちょっと私なんか知らないな、ゼロ位は聞いたことがないんですけど、みんな、はい、 OK です、 OK です、もうテンションた、あのハイになってるね、伝わってます。でも多分抑えてくれてる、これでも抑えてくれてる方だとは思うんだけど、
白番はセンター。そうそうです、そうですね。投げたいが抑えられない。そのこのミラーが回っちゃってると覚醒するのが。あと2分だ。あと2分か。え、ちょっとあと2分待ってて。すごい。あ、もう終わっちゃう。ラストラスト。じゃあ、あと1分だ。終わっちゃうな。じゃあちょっとだけあのちょっと流す BGM にさせてもらいます。あ、投げますね、投げします。ありがとうございます。ちょっと BGM で行かないんですか。あーと1分、あ、終わる。ありがとうございます。皆さん、イベント予選終わりです。あと1分。あ、ミラボが多分ちょうどだ。あと30分で終わっちゃう。皆さん1週間ありがとうございます。これ終わってもさ、配信できるよね多分。本当にありがとうございます。これ終わっても配信続け切って終わ配信続けていいのかな。協力してくださった方にありがとうございます。続けても大丈夫です。あ、大丈夫だって。ありがとう。じゃあ終わ、あ、8時になったんですけど、はい、続けます。終わった、終了した。イベントお疲れ様でした。最終結果を待とう。来ました。一旦終わった方がいいかな。続けて大丈夫。終わりました。皆さん、ありがとう。終了です。イベント一旦ミラボ、あの、終わったらちょっと終わった感あるので、そっちが延長だし、あの、そう、カラオケカラオケボックスみたいな延長、ちょっと無視で。じゃあ誰か投げたね。いい、ちょっと一旦ずっと光っちゃってるので、ちょっと落ち着いて話せない。いい振りじゃない、振りじゃない。一旦開けさせて。このキラキラから開けさせて。皆さんも何してるの。はい、あっ、開けた。開けました。やっと開けた。はい、終わりました。終了。あー、中明け。ちょっと充電があれなので、一旦ね、切りますね。ありがとうございます皆さん。あー、イベントね、終わりました。予選が終了。みんな、じゃあ、止められねえって感じでしたね。もう最後止まんねえって感じで、うん、いやー、ありがとうございます。お疲れ様、ありがとう。みんな1週間の予選になったんですけど、寝不足だったと思うんですけど、朝早くから夜遅くまでありがとうございました。ありがとう。今日なんか5時起きで、ありがとう。5時起きっていうか、まあ4時か、4時起きか。ありがとう皆さん。いやね、あの、みんなのおかげで最後、なんだろう、余裕ありつつ、ポイント差とかはありつつ楽しめました。ありがとう。本当にみんなの星投げカウント、やっぱ力になりました。本当にファンの方もね、
私推しじゃない方もありがとうございました。投げてくださった方ありがとう。本当にみんなのね、その星投げカウント、あ、そのギフトとかも本当にたくさんありがとうございます。それはもうね、感謝しきれないんですけど、その星投げカウントっていうのもちゃんとみんなこなしてくださって、すごいポイントにめっちゃ影響してたと思うので、ありがとう。本当にマスターしてくださって、星投げをね、みんな、あの捨て星、星集め、捨て星全部ねやってくださって、すごい力になりました。今回予選で覚えてありがとう。1週間星投げしてくださる方増えたと思う、本当に。でも私のファンじゃない方も応援してくださったりしたと思うので、ありがとう。藤子ここへん、ありがとう。ここっぺも、渋ちゃんもね、ありがとう。本当に「ミラボ村」楽しかったです。ミラボ村に変身を遂げてしまいました。定期的にそういう、そのそういう時あるんですけど、本当に協力してくださった方ありがとうございました。はるか村の村民さんありがとうございます。あおいちゃんさんありがとう。予選は一旦ね終了、結果を待って、何事もなければ1位通過できたと思うので、とりあえずね結果を待ってっていう感じなんですけど、決勝はまだ11月終わり、12月とか12月らへんなんですけど、はい、それまでちょっと指を休めてもらって、皆さんお願いいたしますね。いやでも楽しかった、もう1週間そうですね、うん、やっぱイベントを感じましたね。私も決勝はさらに結構厳しい戦いになると思います。決勝への影響、とても多分厳しい戦いになるんじゃないかなと思いますね。3位以内に入りたいので、はい、8人からの3人に絞られて、だ3位上位3名に入んないと最終審査に行けないということなので、3位以内に入りたいっていうことです。はい、なのでとてもちょっと大変な戦いかもしれないですけど、ちょっとみんなでまた頑張りたいなと思います。そう、審査に進んでも3人が審査に進めて、そっからそのなんだっけ、審査に合格するのは1人だけなので、そう、そこもさらにあれなんですけど、まあちょっとその審査への切符がその決勝で決まるということですね。切符をつかめるかどうかというねところですね。もうでもチャンスなので、そう、決勝1位になっても採用されるかどうかっていうのはわからないっていう、とてもそう大変な感じなんですけど、そう、誰が合格しますね、3人の中から誰が、そうなので、まあでもチャンスをつかめるように頑張りたいなと思います。はい、チャンス、そう、チャンスなので、本当になんかね、どこにチャンスが転がってるかっていうのは分からないので、
頑張りたいなと思います。みんなとね、まあ楽しく、そのグループさんとのイベントってなかなかないので、ショールームイベント、そうなんかあんまりそのショールームイベントとかに対して、そうあんまりなんかなんて言うんだろう、ショールームイベントはちょっとなみたいな思う方とかもいらっしゃると思うんですよ。そういらっしゃると思うんですけど、でもめっちゃファンの方とのやっぱ絆も深まるし、団結力もやっぱ上がるし、なんか早起きしたり夜遅くまでね、もう一日中一緒にね、こうなんか生活する感じで、そうっていうなんか濃い一週間になるので、ショールームイベントっていうのはね、まあ、そのね勝敗とかがついちゃうんですけど、まあ、そういうのも全部含めてちょっとまあファンの方と、まあ、楽しみたいという気持ちですね、私は。そう、まあそのなんていうの、ショールームイベントを楽しんでくださる方と、くださる方と、まあ楽しい思い出を作りつつ勝ちたいなという感じです。あおいちゃんさん、ファイト、ありがとう。はい、今回は予選2です。そうなんですよ、でもほんとね、1,3,4,2,3,4,2,4,5,8 だからあと丸3と丸4の予選があるのかな、来月、再来月この、そうでも多分私的にはその決勝が、決勝に近くなるにつれて予選やっぱ結構厳しいっていうか、その決勝との時間が少なすぎると結構大変だなと思ったので、私はこの予選2までにやっぱ参加しないときつくなるんじゃないかなと思って、そうギリギリ参加できてよかったんですけど、3と4結構近いのでね、決勝に、そうそうそう、だから私はまあなるべく早めに参加したいとは思ってたので、この会にまあ参加できてよかったかなとは思います。そうなんです、感覚がねちょっとは空いた方がいいかなと思って、これは計画的にみんなちょっとまたこっから一人一個までとかに決勝まで一人一個までにするかな、ミラボとかはちょっと個数制限かけなきゃな、またうん、思いやってますから、思いやる気持ちこう、いやいや、みんなのためを思ってますよ私。あ、えのぱしをえのき食べよう、みんなのためを思ってるんですよ本当に。決勝は食べといてほしいでも他のルームで投げるんだったら私のルームで投げてほしいけどどっかで投げるんだったらここで投げてほしいけどね、ちょっと他でもこう節制して、まあ、決勝でこうみんなそのなんて言うんだろう、
盛り上げてほしいという気持ちではあります。ついつい使っちゃうのよ、ゴールド。恐ろしいね、ゴールドって。なんかあのゴールドっていうなんか使いたくなっちゃうっていうの分かるわ。でもゲームとかもさ、課金したらさ、そうなんか使いたくなるよね。でもこうしてやっぱ一回ずつでそのね、あそうね、決勝のそのスケジュールも私わかんないからだ、まだどうなるんだろうちょっと心配なんですけど、まだわかんないからね、まだ先なんで、ちょっともうどういうスケジュールでもまあ頑張るしかないね。頑張るしかないなってちょっと思ってますね。どうにか最終日だけは休みがいい。もしかしたらロッキーちゃん投げてくれた子いんのかな。年末とかだと思います。はい、周年終わったぐらいだったらいいんだけどな、期間がね。11月下旬から12月上旬だから多分11月の終わりぐらいだと思う。ちょうど周年終わったぐらいじゃない、ワンちゃん。もしかしたら、もしかするとなんかちょうど良さそうかも、期間的に。わかんないけどまだ、うん、タイミング合うといいんだけどね。下旬だから終わってるね多分。周年が終わったら結構なんかね、毎年ちょっと解放される感じあるので、その後ですね、だといいんですけど。はい、まあどんなスケジュールでもまあ本当に頑張るしかない、頑張るしかない。楽しんで、また何ヶ月、またちょっと先になるんですけど、ペシに2ポイント負けてたくさん、もうそっか、みんなでもそうね、タワーとかもたくさん投げてくださったので、ちょっと時間もらっちゃうかもしれないんですけど、タワー投げてくださった方とか一応メモしてはいるんで、お礼をね書きます、書きます、書く時間設けます。すいません、待っててください。そうね、でも本当にうわ、でも決勝どうなるんだ、本当にそう今からそわそわしたら早いよね。決勝とか そういうのにまだなんか予選からの決勝みたいなのやったことないんでね、引いていく。どれだっけな、
手会でお話できますね。うん、できる。100位までの方の名前を書きますので、そういう時間、そういう配信設けよう。ありがとうございます。ギアトマに星投げさん勝負させてくれありがとう。お勤めご苦労様でした。ありがとうございます。いや、みんなに感謝だね、ほんと。楽しみだな、お話し会ね、土日ありますから楽しみ。みんなゆっくり寝てください。はい、ゆっくり早めに今日は寝てください。私も早めに寝ようと思います。ちょ、キングダムみたいな。テントちょっと一旦しまいます。イベントで出すかな多分一旦しまわせていただくよ。通常に戻ろう。うん、イベント感がねあるんで。ナイチもゆっくりしてください。ゆっくりするよ、明日も仕事なのよ。私も明日はちょっと練習しに行く。はい、なんかさ、今回さ予選さ結構ギリだったじゃないですか、あの期間。予選私参加するっていう公表されるのギリだったので、みんな予定とかそのままなんかあんまり都合つかなかったとかいう方もいらっしゃるかもしれないんだけど、もう次は決まってるじゃん。私決勝こうこの結果がちゃんと、あのなんていうの、何事もなくこのまま1位でもし決まったら、決勝があのまあ決勝に参加するっていうのが決まってるので、そう、もしね、そこでなんか予定とか組んでもらえたら、有給有給そこで有給でも有給使ってた方もいたんだよね去年。そう、ヨッシーさんありがとうございます。今日4時起きだったの忘れてた。すごっ。あとね、あ、なんだっけな、テントに隠れてたのが1日目の夜なので、私1日目の夜がいっちゃんちょっと眠かった。リハがさ、もう本当に続いててさ、仕事もあの時、あの週っていうか今日先週さ、すごいちょっと立て込んでて、一日中の夜がねもう一気に来ちゃいましたね。夜もうあの危なかったそれ以外は大丈夫でしたけど、それもね本当に一日目にしてね結構あの限界迎えてましたね。あれはじゃあ去年はまったり参加しましたね。ちょっとみんな予選でなんかでもまあこう楽しんで参加してもらえてたらよ、良いな。すごい、そう、危ない、寝落ちしそうになって、そう危なかったので、はい、危ない、本当に危ないね。うん、そうだから本当限界な、ちょっと
最初がね、最初だけそれ以外は大丈夫です、元気でしたよ。体調も何事もなくね、あのみんなのおかげで、なんかあのポイント数とかがさやっぱ近いとさ、あの結構胃がキリキリするんだよね。記者会見面白かったね。そう、編集長、あ確かにうとうとしてた時に来てくださったの、よかった。そう、キングダムで言うとキングダムのになっちゃってるから、もうみんながさ本当に隊員みたいな、本当になんか一致団結感とかこう熱さが来てしまいますね。キングダムのね、後輩が手伝ってくれてね、後輩ちゃんね、お菓子あげよう。なんかほんとイベントの時ってさ、もう毎日胃がキリキリしてたんだよ今までそう、ほんとに胃がキリキリしちゃってさ、すごいキリキリしちゃって大変なので、決勝はちょっと胃がキリキリするかも、ちょっと心配ですけど、楽しく勝てたらいいなと思う。大きくなってリタイアちょっとね、結構私も悲しいよね、マジレスになっちゃうけど、うん、みんなにはちょっと頼っちゃうんですけど、本当に心強い皆さんが言ってくださるので頑張れるというかとこはあるのでね、ちょっと嫌になっちゃうかもしれないんだけどね、まあ、ちょっと星投げだけでもねしてもらえたら嬉しいなって思うよ。決勝もね、星投げカウントでもすごいありがたいんでね、おごってやったほうが、おごる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 。ロッキーちゃんなんかの時、そうね、研究生のイベントとかあるあったらね、全然私働きますよでももしかしたら言ってないけど協力してくれたっていうロッキーちゃんもいるかもしれない。特に最初は36位のココアちゃん、ココア36位、すごくない？一緒で打ち死にするかぐやめて、私をなんか守るためにみたいな、やばい。36、おごりおごるおごる、遊びに行ったりできるようになった時におごるよみんなまだ緊張しちゃうと思うんだよね。私まだ一度も多分後輩とご飯とか行ってない、遊んだことない。まだね、あのまだこれからだから、これから仲良くなっていくから、後輩ちゃんと距離縮まる予定だから、うん、野口さんありがとう。36位はすごい、レインボースター投げたんかな。あいちゃん以外誰も言ってない、いや結構言ってるんだよ、結構言ってんの、人見知り同士でいけるやろいやちょっと頑張ろう、私後輩になって人見知りしないと思うけどね、頑張る。
いやそうなんだよね、人見知りなんですよね。でも年の差結構あるから、もうちょっと妹のように接する作戦でいこうかな。もうそんな感じだよね、お姉ちゃんみたいな感じでちょっと思ってほしい。お姉ちゃんのように全然話しかけてほしい。いや私もだって先輩とさ2人でご飯行くとかさ全然ないもん今まで。日向さんぐらいしかないから、そうなかなかハードル高いよ2人は。何人かとかだったら全然あるけど、妹ができた気持ちで、そうなのよ、可愛がりたいっていう気持ちなんだけど、イベントの戦い方レクチャーされました。どういうこと？どういうこと？タワー10連は最後やろと。やばい。まあでもね、特攻隊だもんね。愛知戦特攻隊でしたもん今回はね。特攻隊っていうのかな、なんていうんだろう。特攻隊長だった。今回のイベントの特攻隊長任命します。あれで決まった感もある。いや確かにそうだよね。でもそう本当にとても勢いがつきましたね。超先行逃げ切り馬になった。そうなんだよね。でもなんかスタートダッシュって結構イベントって大事な気がしてるけど、私的にはアルカ村配信お礼に行ってくるわ。アルカ村配信ハルルン、そハルルンはもう知ってくれてんのかな、そのハルカ村民が行ってる。あお礼ちょっとみんな言いに、ハルカ村村民の方が来てくれてるの知ってるかな。最初と最後そうなんだよね。みんな褒めてくれ。いやさすがにびっくりしたよ。はい、あもう30分を700円配信しちゃってたので、そろそろ終わろっか。すいませんね長々と。ちょっとみんなも休んでください。とりあえずまあまた明日も配信するので、ルートさんのジュースたくさん覚えます。ああ P さんのところだ。 P さんのファンの方なんかすごい藤子がジャンプしてるんだけど、これバグかな。ピョン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 ですごい飛んでる。すごい飛んでるけどバグかな。アイチーさん頑張ってください。えうららちゃん、うららちゃん
ありがとう。頑張って、一応一旦あのイベント終わったけど一旦イベント終わったけどもう終了しました。一応ね、決勝頑張ってくださいなのか。 ありがとう、うららちゃん決勝頑張ってということ、決勝頑張っての応援メッセージありがとう。おもろ。松本さんってやっぱ面白いのかなね。松本さんってちょっと、日向みのある登場。いやマジでちょっと今日向さん感じたよね。日向さん感じちゃったよね。そうなのよ、日向さん感じちゃった、やばいなんかさ、マネージャーさんとかに私、あでもなんか一ムーは、あまあ、K さんからなんだけど、黒木さんね、黒木さんから一ムーは多分松本とかと仲良くなれると思うみたいなそう思うんだよねみたいな、そうおすすめされてますね私。そうやっぱ大阪の人と仲良くなれる可能性はある私。そうチームはって言われたので、まあそうまだちょっとあんまねうららちゃんとも話したことないんだけど、なんかこれから話せると思うんだよね、話す機会とか増えると思うから、ちょっと仲良くなれたらね。ゆるゆくの取り扱いが上手なのよ。そうまあそうなんだよね。でココハちゃんとかも結構なんかなんていうの、ゆるい雰囲気あるよね、少しほわってしてる感じ。だからちょっと可愛がりたい気持ちはあるんだけど、ココッペハワイでしょ、渋ちゃん面白そうでしょ。でみんなロッキーちゃんはな、みんな仲良くなりたいね。マリアとクロキちゃんが一文読めやの、そうかな多分。そうウララちゃん、あそう地方組なので、そうちょっと本当ね、相談とか乗ってあげたい。思います、ね、絶対、待って今さ、絶対続いてたって思うよね。え、まだイベント中だと思ったんかな。そんな気がしてならないよ、私は。それだったらやっぱ日向さんすぎるよね。そう日向さん味を感じちゃうよね。そうなの、地方組です。やばい、面白いな。とりあえずちょっとまあ長くなったんですけど一旦終わりますか。明日も配信しますし、明日は夜じゃなくてお昼くらいには多分配信するかな。まあ明日練習しに行きたいので、はい、ということでありがとうございました。最後だけ読んどこうかな、ランキングね。ランキング読みます。13位国翔さん、12位葵ちゃんさん、11位あゆちゃんさん、10位サティさん、9位キドッチさん、8位アッキーさん、7位タカッピさん、6位にゃおんさん、5位ヤシタンさん、4位ヨタアチさん、3位 MJ さん、2位ホクピグさん、1位カメさんです。青
きーさん、あおきーさん来た、あおきーさん来た、最後の最後であおきーさん来たの。あおちゃんさんありがとうございます。くきおさんもありがとう。きどっちさんありがとう。ほくぴゅうさんありがとう。ゆたあちさんありがとうございます。編集長がいらっしゃったお疲れ様でした。ありがとうございます、ありがとうございます。決勝頑張りますお疲れ様です。決勝頑張りました。まだ確定してないけど、確定してないんですけど、何事もなくこの順位のままだったら決勝頑張ります。お疲れさ、もうそろそろ終わるんですけど、はい、もうこのチャンスをね掴みたいと思ってます。頑張ります。このビスイベントで変わりたいなって思ってるので、そう、もっと可愛くなりたいってね、やっぱビスさんにね毎年乗らせていただいて、毎年っていうかまあ2年連続で乗らせていただいて、やっぱ可愛くなりたいってもう本当に撮影とか含めて全部なんかすごい成長させていただいてるし、そう可愛くなりたいなってこうすごい思うので、思わせていただける機会なんだよね、すごい。だから自分をね変えられるようにチャンスを掴みたいなって思います。ズッキーさんめっちゃ可愛いありがとう。イチロシさんめっちゃ可愛い、ありがとう。あーりゃ、こういうチャンスってなかなかないので本当にそう素敵なチャンスをいただけてるんでね、自分を変えれるように頑張りたいなって思います。可愛くなりたい、こんばんは、ありがとうございます。もうイベントは、ね、終了したのでそろそろもう終わります。じゃあ皆さんありがとうございました。終わります。バイバイ、ありがとうございました。たくさん寝てください、みんな早く寝てね今日は早く朝早起きしてくれてありがとうございます。1週間ねゆっくり寝てください、ありがとう。バイバイ、おやすみ、明日ね、またね、バイバイ。